10連目ですね。お願いします。で、おー、あるぞ。で、リアタリ使いたいんですよ。上来たー、来た。おお、森さんかぶったー。わー、90連目いきます。エナジーがない。いや、ないだろうな。うお、来たー、びっくりした。あー、くそー。はい、じゃあ次100連目なんですけど、ブーマー。ということで、お次は110連目ですか。100連超えちゃいましたよ、これ。ちょっと展開が悪すぎるな。サヨナラチャンス。まあ演出がね、割れるまではまだ分かんないんで、ちょっと期待はしたいですけど。はい、 2.5% が全然来てくれない。とがめるぞ、どうしよう。いやー、やばいぞ。あ、千賀さん、まあいいですね。千賀さんめっちゃ強くなったんで、 A ランクを集めておきたかったですね。 OKOK、 OK, OK。 じゃあ6枚目、7、8、ブーマー来てください。3枚目、おー、おかわりくん、これはまあいいですね。嬉しいです。いやー、マジでどうなってるんすかこれ。なんでこんなに S ランク引けないんだろう。次で120連目ですか。やばい、数が分かんなくなってきた。どんだけ引かせるんだコナミは。いや、マジかよ。 S ランク来なさすぎだろ。いや、ない。まあ確率通りっちゃ確率通りなんですけどね。さあ、どうだ。あー、平沼さんか。じゃあお次130連目いきます。このガチャでマジでこんなに引くと思ってなかった。さあ来い、集中していこう。リアタイ並みに集中してガチャを引きます。さあ、やばい。うわー、浜口投手。いや、サプライズで S ランクとかないかなこれ。はい、あ、石川さん、まあいいですね、自チームなんで OK です。はい、じゃあお次140連目どんどん行きましょう。いや、どんどんはあんま行きたくないか。あー、よし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 、そろそろあるぞ。紙吹雪はね、ほんとね、僕好きなんですよ。出たら結構 S ランクが来るイメージがあるんで。よし、来たー。びっくりした、また心臓に悪い。いやー、お願いします。 30% 引くだけ。うわ、違った。10枚目か。よし、いきますよ。ここで運命が決まります。 30% 引いてください。お願いします。やくそ。吉田さんか。いや、まあ悪くないっすよ。悪くないですけど、いやー、 30% 外したか。もう喜んでいいのかちょっと分かんないですね。まあいいでしょう。そろそろ来ないとちょっとね、困りますね。次が150連目かな。ちょっと間違えてそうですね。まあ行きましょう。そろそろ S ランクがまあババババッと固まってくるんじゃないかなと思ってるんですけども、どうなんでしょう。ダメかな。いや、なかったか。吉田さん引くと思わなかったな、本当に。びっくりしました。10枚目。ブーマーの A ランクも揃わないですね。本当にもう160連目。いきましょう。200連いっちゃうんじゃないですか、これ。やりすぎですよ、本当に。さあ、燃えない。アミバも引かなきゃいけないのに。あー、割れねー。マジか。もう A ランクはブーマー以外いらない。いらない。ブーマーだけが欲しい。 B ランクはすげえな。あー、藤川さんか。
なんぼですか次。170連ぐらいですか。行きましょう。もう10連20連とかもう変わんないっすね。長野で逆転サヨナラのチャンス。なんで有能代理人が全然出てきてくれない。いやマジでカット言わない。割れねー。きつくなってきた。ああまあいいですね。 A ランク2枚目かな。さあさあさあブーマーカブレラでもいい。うわということで何歩でしたっけ次。180連目かな。やばいもう全然忘れちゃいました。頼みますわ本当に。マジで言ってるんですか。 S ランクのクッキーってこんなに悪かったでしたっけ。やば、せめて使える A ランク、まあ、特訓の餌でも全然いいんですけども、いやまあまあまあいいでしょう。じゃあ190連目ペースが速くなってまいりました今頃。はい、マジか。ちょっと待って、これ引く時間が悪いんですか。今7時半ぐらいなんですけど、それかなんかブーマーの数が決まっててみんな引いちゃってもうないとか。まあありえないですねそんなのは。おーヒースいいですね連続。おーブーマーナイス。え3枚目でしたっけ。 OK です。数が覚えてられない。はい、あ、吉川さん、190か200ですね。はい、まあ編集してる時に数えましょう。はい、サヨナラチャンス。いやー本当に引けない。これ明日引いた方が良かったんかなっていうような、それぐらいのレベルですね。なんか引ける日と引けない日があるみたいな、まあ、時間によってとか。いやないなそんなのは。秋山投手B ランクのブーマーはすごい。連続、さあ3連続4連続5連続で来いや。飽きた。これ最高ですね。下1列全員ブーマーってことはこれ6連続で、来るんじゃないでしょうか。うわエナジーない。いやーこれもしねブーマーが早く引ければカブレラの A ランク狙いでセーブで引きたいなと思ってたんですよ。まあしょうがないですね。ということで6連続ブーマー行きましょう。本当にありえるかもしれない。あの展開はちょっと笑いましたね。あるぞあるぞあるぞ。ようやくさ、もう泣きそう、マジで泣きそう。あるよ。あ、なかった。まあいいでしょう。これはでもねここでなんか弾ける気がします。めっちゃ弾ける気がしかしない。来い、よし。本当に来た。あーよかった、もう泣きそうだ。助かりました。210連目ぐらいですか。あーってことで、6枚目いきましょう。いやー最高だ。流れが面白かったんで。はい、2枚抜きはないかな。ブーマー、あー惜しい、惜しくない。いやーということでブーマー引けました。なんとか引けました。もう無理やり感がすごいですけど、とりあえずはですね、ブーマーが何枚だ。S ランク1枚の A ランク4枚か。いやーなんでこんなに引いて極まんないかなって感じですよね。まあ今回はね相当引きが悪かったってことで、まあお次のねアニバーサリーにめっちゃ期待しております。まあこのブーマーをですね育成してリアタイで使っていこうと思っておりますので、まあ育成の方をね頑張っていこうと思います、カブレラと一緒に。いやーもうねほんと疲れましたね。ほんとね体に悪いっすねこういうスカートは。ほんとね皆さん引くときね気をつけてください。ということで最後までご覧いただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。それではありがとうございました。